こんにちは、ゆうです。パズドラのオズンです。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。しばらくね、動画投稿控えようと、前回の動画でお伝えしたんですけど、昨日とか、前日、おとついとか、皆さんとね、マルチしてね、やりたいなと思って、動画投稿もね、していきたいなと思って、はい、今、シャカシャカ言ってると思うんですけど、よう考えたらね、普通にね、ここ最近、8月後半から、ほんまつい最近まで、平均ね、ちょっと睡眠時間がね、2、3時間取れたらいい方かなっていうぐらい、30分の時とかもあったんで、もうよう考えたらね、もうありがたいことなんですけどね、ちょっとね、多忙な毎日を送らせていただいてたんで、はい、ちょっと、余裕がなかったということで、はい、ちょっとしっかり寝て、はい、そしたらね、またパズドラの動画も撮りたいなと思って、はい。やっぱ、今回はね、今後も続けていきたいの、いきたいなと思うんで、滑舌は相変わらずだね、はい。どうぞ、よろしくお願いします。今日は無課金サバカ、芝居もやっていきたいと思います。ほんま動画用ですね、はい、これは、はい。今日やっていきたいのはですね、はい。10月のクエストダンジョン、レベル14ね、ちょっと負けてしまったんで、はい。もう一回取り直せるんですけど、オープニングからね、洗剤とかちょっと変えちゃったんでね、はい。はい。それではね、パーティーご紹介していきたいと思います。はい、こちらですね。ウォーリアー・オブ・ライト&、中村祐一さんボイスのキャラですね。はい。リーダーのウォーリアー・オブ・ライトね、リーダースキルからまずご説明しましょうか。ご紹介しましょうか。光の2コンボ以上でダメージを 78% 軽減、攻撃力が10倍。4コンボ加算。光の4コゲシ1個につき攻撃力が2倍ということでですね。4ゲシのリーダーでございますね。はい。ボイスがね、僕の大好きなラウル・クルーゼ、ガンダム作品のね、ラウル・クルーゼ、プロビデンス・ガンダムでも実装、パズドラでも実装されてるんですけど、の声優さんということで、はい、もう僕はこれを使いたいということで。で、次にサブにね、シャルナークですね。シャルナーク、僕、ほんまはね、デイトナが良かったんですけど、デイトナ僕持ってないんですよね。ウルトラ持ってるんですけどね、デイトナ持ってないっていう謎の、ボックスなんで、はい。こんな、シャルナークがね、変身後がね、一旦なんだ、チーム内の光コンボ強化の覚醒数に応じて攻撃力上昇。火を光に変換っていうね、2ターンに1回、ほんまデイトナみたいな役割してくれるんで、それを採用しております。で、スキルチェーン4つに、HP 盛るやつの、変身のやつだから、真ん中のやつを2個と、あとは、これは、フォージオースっていうね、ジューンブライドのブリギットの、武器つけております。スキルを補いつつ、ちょっと火力創生もなってほしいんでね、はい。そんな感じですね。はい。で、次が、千里さんですかね。テンソネさんのキャラね、僕、めちゃくちゃリアタイで読んでたんですけど、はい。名前忘れちゃって、はい。で、小学生にスキルプラス、毒目覚め耐性。いるかな、これ。で、HP 最上位のやつを一つ。で、あとは、これもテンソネ様の武器ですね。はい。スキル盛りつつ、チーム HP 盛りつつ、テープを補いつつ、チーム回復を補いつつっていう感じですね。はい。で、こちらがレオナですね。レオナ。大の大冒険クラブのレオナですね。レオナに超覚醒スキルプラス。で、スキルチェーン4つ。HP 盛るやつの最上位のやつを2つですね。はい。で、あとは父と母仲良し。ここスキルね、ちょっとね、足りないんですよね。シャルナーク入れてる関係で。で、スキル2つ武器かつ、ヘイストの武器をつけておりますと。はい。で、クラウドですね。クラウドに超覚醒、せっかくなんでね、全パラメーター強化にしました。全パラ強化にして、で、キスライ解除。で、興味ないじゃなくて、エアリス武器。これはね、賛否両論分かれるかもしれないんですけど、原作ファンの方からしたら、クラウドにエアリス武器は結構熱いですね。はい。それだけでつけております。まあ、暗闇もね、補えるんでね、はい。で、スケットの、ディオンですね。ディオンに、これが中村祐一さんボイスですね。これも GN フラッグっていうね、ガンダム。コラボのキャラで出てきたボイスなんですけど、あと、五条先生のね、声優さんだったりとかするんですけど、はい。こちらがね、はい。スキルチェーン4つに悪魔キラ2つ。あ、1つか。あとは、回収武器ですね。で、リーダースキルが光の2コンボ以上でダメージを軽減。攻撃が10倍。光の2コンボ加算。固定1ダメージ。光属性の全パラメーターが 3.5 倍となっております。まあ、相性抜群ですね。で、バチが HP プラスです。はい。それではこれでね、魔法石、レベル14クリアしたら魔法石34個になるんで、はい。5連続聞けるんで、ファイナルファンタジーコラボ。まだ弾きたいんで、僕は。それでは、最高バモスしゃあ。ね、もう久しぶりすぎてね、結構負けてるというか、レベル14ちょっと癖あるじゃないですか、このツイスターが。で、まず威嚇しますと。
運動行く場合、興味ないに使って、で、父と母仲良し使って、はい。で、平日とかけてあげると。で、これがあと一旦溜まるんで、もうここ一旦耐えてあげようかなと思って、はい。で、これさっきはパズルミスしたんですよね、ここで、はい。で、シャルナーク使って、で、バハムートも使っといて、で、ウォリアーブナイト使って変身させて、よし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 。危ない危ない。あれやね、久しぶりに動画撮るから、ちょっと緊張してるのかな。よし。今日はね、ちょっとね、日光を入れてみました。はい。おー、そうそうそう、オッケー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 。で、さっきね、ここでバハムート使わなかったんで、負けちゃったんですよね。よしよしよし。はいはいはい。ちゃんとね、防音対策はしてるんで、はい。大丈夫です、そこは。よし、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 よし。はい、オッケー、よっしゃー。で、これ、レオナがあと行ったんでしょ？行ったんで来ても、クラウド使ったらいいんで、クラウド使って、で、ヘイストかけて、レオナハルト。で、ここをこうして、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 これでいいか。オッケー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 。で、光のエンハムかかってるんで、多分いけるでしょうと。オッケー、よっしゃ。サラスバティがこうへんことによって、あれですね。エンハ続いてるからな、まだ。どうしようかな。次あれやんね。ネフティスやったかな、確か。別のね、メインアカウントではね、もうクリアしてるんで、はい。ちょっとうっすら覚えてるんですけどね。よし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 。で、回復力も上がってるから。オッケー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 よ。なんか、インデックスとか入れてきた方が良かったんですかね。でも入れる枠がないからな。クラウドがいらんのかな。クラウドいいんかって、無効貫通枠がないからな。え？属性吸収。暗闇は大丈夫。暗闇は大丈夫。属性吸収来るんか。まあ、ウォーリアーブナイトがね、まとまってないんで、しゃあないか。知らんかったな。そら知らなんだ。ちょっとガッツリ消しすぎかな。前か。よしよし。はい、オッケー。フレームテラー。あ、非属性吸収ね。全然より、全然より。火なんて2品からね。で、バハムート使って。オッケーオッケーオッケー。いや、マジイケボよね。僕、ほんまにね、もう、イケメンイケボキャラがもっと実装されてほしい。やっぱね、僕はね、かっこいい男にね、憧れるんですよね。はい、ほんまに。おーすけ。もうイケボに生まれたかったよ。一旦だけ待ってやる。オッケー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 。考える暇などないぞ。さあ来い。最高。始末します。オッケーオッケーオッケー。めちゃくちゃ盤面ええやん、これ。これ耐えれるんかな、次。よしよしよし、オッケー。アシスト無効解除とか入れてる暇ないし、指も奪い返す自信ないし、大丈夫かな。おお、耐えた耐えた。あ、そう、テープがないんか、これだと。まあ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 、いいでしょ。なんか思い出してきたな、なんか思い出してきたな。いや、フレアで焼きつつ、で、ここで回復で蓋をして、倒してですよ。これでいいか。よし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 。マジか、ちょっと残ったか。無効貫通とかしてくれ、もしかして。暗闇か、暗闇か。大丈夫ね。あー、遅延遅延か。まあまあ、一旦あれか。よし、始末します。ほんで、はい。はい、OK。
これで、これで、これで、これで。OK! よし、OK。リュウメイ、あ、リュウメイ、あれダメージ吸収じゃなかったっけ、思わせてるわ。はい、ロックね、ロックね。ロックやったら、12コンボ吸収いけるかな。まあ、いけると信じて。なんでどんどん行く場合使ったんやろなんでどんどん行く場合使ったんかわからないんですけど、明日も勝つ場合ですね、ほんまに。よし、これでいいか。はい、はい、はい、はい。よし、オッケー。バハムートにあれかな、あれつけたらよかったかな。あ、全然いけへんわ。はい、8コンボ吸収。オッケー。オッケー、ロックね、はい。あー、そうか。ちょっと待って。ティーンが、あと何ターン。ちょっと待って、見えへん、見えへん、見えへん。これで、多分1個くらいは作れるんで。回復4ゲシは絶対と。はいはい。はい。はい。マジで、LG が欲しい。リュウメイだけに LG がテーマとなってるんかな、このダンジョンは。よし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 。オッケーオッケーオッケー。よし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 。で、バハムート使って。よし。結構いい感じに光が作れましたね。よしよしよし。よし。はいはいはい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 。はい。もう多分これでいけると思うんですけどね。オッケー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 。よし。マジか。おお、よかったー、よかったー、びっくりした。よしよし、これで、はい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 、これで、はい、これで、はい、これで、はい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 、めちゃめちゃいや、マジか。いや、むしろ、でも回復してくれた方が安心やな。安心やな。よかったか。よし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 。で、ここで、バハムート使って、これはさすがにいけるでしょ。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 行ってもらわなきゃ困るよ。はい。よし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 。はい。はい。実はね、集中力切らした原因に、この一瞬で、たまからないように変身してるんですけど、宅急便行きました。しゃかったー。さて、石もらいに行きましょうか。ビリアム宝石、14個ですね。はい。よし。じゃあ、ガチャをね、ファイナルファンタジーコラボ、5連ね、ちゃんとボックスも開けてきたんで。結構ね、昨日のね、強化情報でね、欲しいキャラいたんで、よし。はい。はいはい。オッケー。あ、ダイヤ一出た。あ、でも銀丸、金丸。白。そうそうそう。白ね、僕、コロシアム報酬で出たんですよ。お、エース。いいね。クラウド出たし、しかも。おい、シンギラ。おー、フレオニールやったっけ。フレオニールやんね。よかった、よかった。これも欲しかったんね。よし。おー、こんな感じですね。はい。お気にします。はい、お気に入り完了しました。指導は強化されるということで、クラウドはどうやったかな忘れたんですけど、はい。まあ、いいですよ。2体目のクラウド。クラウドループもできそうですね。はい、よし。で、メールに、5連続のおまけガチャが来てるんで、クリスタルベンダーズコラボガチャ引いて、魔法師欲しいね、魔法師欲しいね。ダイヤやったっけあれって。おお、ダイヤ来たんちゃうこれ。どっちか、どっちか。おお、魔法師じゃなくて、これ。魔法師じゃなかったよ、僕言ってるの。チョコ星が欲しかったんよ。まあ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 、ええか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 。出えへんよりましたな。はい。オッケー。よし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 。はい。これジャンプのやつですね。はい。竜騎士。はい。おー、フェンサーサンタ。はい。
それでは、今回はこんな感じで、はい、お開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。どうでしたかね、ちょっとね、結構ガバガバな、編成だったんですけど、まあ、クリアはできるということで、クリアできれば全て良しということで、ガチャ結果もね、クラウドも出たんで、で、曲芸師でよくね、も出たんで、はい、曲芸師ね、これでね、僕ね、4体目なんですよね。嘘。育成して、これで4体目ですね、はい。曲芸師ループもできるということで、もう、いいですか、はい。個人的に満足ですね。はい。あとはクラウドを交換とか、まあ15もね、挑戦していきたいと思うんで、今後ともね、何卒よろしくお願いいたします。はい。それでは、本当にお疲れ様でした。皆さんも、はい。もしよろしければ動画の感想や、動画の感想やガチャ結果などもくださると嬉しいです。昨日生放送の、ね、感想もでもいいんでね。はい。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。それではね、また次回お会いしましょう。